ウィリアムズポートはアメリカ合衆国ペンシルベニア州北部に位置する都市。同州ライカミング郡の郡庁所在地である。人口は29,381人。ライカミング郡一郡のみからなる都市圏は116,111 11人。ロックヘイブンを含む広域都市圏は155,349人の人口を抱えている。地域は サスケ花川西支流の北岸に広がっている。ウィリアムズポートは1806年に正式な町に1866年に市になった。19世紀後期には、ウィリアムズポートは製材業で栄え、世界の製材の首都と呼ばれ、数多くの100万長者を生み出した。現在のダウンタウンの西、ウェストフォースストリート沿いには、当時の富豪が所有していた邸宅が数多く残って、 おりミリオネアズ老歴史地区としてて国家歴史登録罪に指定されているまた、地元のウィリアムズポート地域高校のミリオネアズというスポーツチームの名にもその名残を留めている。また、ウィリアムズポートはリトルリーグ発祥の地としても知られている。1939年にこのウィリアムズポートの地でわずか3チームで始まったこの少年公式野球のリーグは 全米50州に、そして世界80カ国以上へと広がった。現在では、リトルリーグの国際本部は、サスケ花川西流の対岸に位置するサウスウィリアムズポートに置かれ、毎年8月には、リトルリーグの国際大会である、リトルリーグワールドシリーズが同地で行われている。マイケルロス・ウィリアムズポートを創設したのは、スコットランド出身のマイケルロスと、 アイルランド出身のウィリアムヘプバーンであった。マイケル・ロスは1772年にスコットランドからフィラデルフィアに渡り、マンシーでサスケ・ハナ・川ワニ流流域の土地王、サミュエル・ウォリスの下で測量家補佐となるための訓練を受けた。やがてロスは農家としても測量家としても成功し、サスケ・ハナ・川ワニ流のほとり、ロイヤル・ソック・クリークとライカミング・クリークの間、 現在のウィリアムズポートのダウンタウンとなっている、この地で285エーカーの土地を購入して、バージニアと名付けた。ウィリアム・ヘプバーンは1773年もしくは1774年1 3植民地に渡り、サンベリーに短期間住んだ後、サスケ花川西支流の南岸、現在のドゥボイスタウンの製材、製粉所で働いた。 やがて独立戦争が開戦するとヘップバーンは従軍し、大佐まで昇級して、マンシートリデで大を指揮した。終戦後、ヘップバーンは、ロスのバージニアのすぐ西に300エーカーの土地を購入し、ディアパークと名付けた。1795年にノーサンバーランド軍から分離独立する形で、ライカミング軍が成立すると、軍長をどこに置くかをめぐって、しばし清争が起きた。 当初は、ヘプバーンの所有していた、ディアパークの湿地帯の西、ライカミングクリークの対岸の高台にあり、軍庁を置きうるだけの建物がすでに建っていた、ジェイズバーグが最有力視されていた。また、現在のクリントン軍の軍域にあたる地域にあった、ダンズタウンも有力な候補であった。しかし、ヘプバーンは、ジェイズバーグに対抗すべく、ロスと手を組み、二人の所有していた土地を合わせて、 区画を整理し、建物を建て、最終的には、ウィリアムズ・ポートに軍長を誘致することに成功した。このウィリアムズ・ポートという名の由来については、ヘプバーンのファーストネームを取ったという説も、ロスの友人で、測量家であったジョセフ・ウィリアムズから取ったという説も、あるが、最も有力なのは、1795年1月22日に、生まれたロスの息子のウィリアムにちなんでいるという説である。 しかし、ウィリアムズ・ポートに軍庁を置くことが正式に決定しても実際に軍庁所在地としての機能を果たすようになるには時間がかかった。軍の刑務所の建設は1799年になってやっと始まり、1801年に完成した。軍地方裁判所の建設はさらに遅れ、完成したのはライカミング軍の成立から9年経った1804年のことであった。 ウィリアムズポートは1806年に法人化し、正式な町になったが、19世紀前半にはあまり発展は見られなかった。しかし、19世紀も中盤に差し掛かる頃から、ウィリアムズポートは製材業で栄え始めた。1850年にわずか1615人であった人口は、1860年には5664人に、 1870年には16,030人にと、わずか20年の間に約10倍に急増した。1866年には、ウィリアムズ・ポートは死に昇格した。世界の製材の首都現在のウィリアムズ・ポート市域内に初めて建てられた製材所は、1838年にフィラデルフィアのコクラン・バイヤーズ社が建てたビッグウォーターミルと呼ばれたものであった。同社が、 ウィリアムズポートの地でこの製材所を経営していたのはわずか3年であったが、その後これに続くようにウィリアムズポートには製材所がやつぎばやに建てられた。1846年にはニューハンプシャー州出身のジェームズ・ウェイチ・パーキンスによる監督のもとサスケハナ川西流にサスケハナブームと呼ばれる貯木場もできた。これは川に地元の山の石を積み上げ、 クリブと呼ばれる人工の小島をいくつも作って、加工前の材木が下流に流れていかないようにせき止めておくというものであった。この貯木場には3億ボードフィートの収容能力があった。貯木場の上流側には手動の巻き上げ機で制御するシーアブームと呼ばれる装置が設けられ、貯木場の入り口を開閉して中に入れる材木の量を調節していた。 貯木場の下流側では材木が区分けされた。サスケ花川西流におけるサスケ花ブームの1850年代には製材所に加えて神奈掛工場も建てられ製品の幅が広がり商品価値が高まりさらなる雇用も生み出された。南北戦争が開戦すると木材の需要が急激に高まり価格が急騰しウィリアムズポートの製材業全体が 一気に潤った。市内には高価な工作機械を揃えた規模の大きな工場が立ち並ぶようになり、ウィリアムズポートは質量ともに全米最高の木材生産地となった。この頃、ウィリアムズポート市内とその周辺には25カ所の製材所があり、中には年間3000万ボードフィートの製材能力を有していた当時世界トップクラスの製材所もあった。 1880年代に入ると地元で生産された豊富な木材を用いた家具産業も起こった。インフラも整っていった。1856年にはウィリアムズポートに初めての水道会社とガス会社が設立された。1882年にはウィリアムズポートに電力会社が設立された。1884年には蒸気会社が設立され蒸気を利用した暖房が 家屋、事務所や工場などに供給された。通信手段としても、1851年に電報が、1879年には電話が導入された。市街地における交通手段としては、1865年に馬車によるストリートカーが開通し、1891年に路面電車に置き換えられた。また、1891年には、 オペラ劇場が開館するなど、ウィリアムズ・ポートは文化面でも発展した。こうした製材の街としての成功と繁栄から、ウィリアムズ・ポートは19世紀中盤から後半に渡って世界の製材の首都と呼ばれた。ピーター・ハーディック・ピーター・ハーディック製材業で栄えた、ウィリアムズ・ポートは数多くの100万長者を生んだが、中でも後世にその名を残したのは、ピーター・ハーディックであった。 ハーディックは1824年にニューヨーク州フォートプレインで生まれ、1846年にライカミング郡に移り住んでこの地で製材を始め、製材で財を成した。やがてハーディックはペンシルベニア州有数の富豪となり、州北部における製材業の申し子として見られるようになっていった。ハーディックはウィリアムズポートにおける交通機関の整備に大きな影響を及ぼした。 ハーディックは、ハーディックキャブと呼ばれる交通機関を生み出した。これは、車内の両サイドに席を設け、後ろから乗降車させる二輪の馬車で、小型のバスに近いものであったが、現代のタクシーの原型となったものであると考えられている。また、現在、ミリオネアズローと呼ばれている通りの開発も、ハーディックが主導して行ったものであった。ハーディックは、巧妙な建築家を呼び、 自らの所有していたウェストフォースストリート沿いの土地に邸宅をいくつも設計、建設させた。現存する建物のうちの一つには、1865年に建てられたハーディックハウスホテルがある。また、ハーディックは博愛主義者としても知られ、ウィリアムズポート市内のいくつもの教会に多額の寄付をした。しかし、1873年の不況の影響を受け、 ハーディックは1878年に破産した。その後ハーディックは事業を再興させ、州内のセリンズグローブやハンティングドン、イリノイ州回路で水道会社の設立を主導した。ハーディックは1888年、ハンティングドンの水道会社視察中に氷上で滑って転倒し、脳震盪で死去した。ダニエル・ヒューズ・ウィリアムズ・ポートの製材業に関わった。 特筆すべき人物としては、もう一人、ダニエル・ヒューズが挙げられる。ヒューズは、ペンシルベニア運河を航行する橋家を所有し、ウィリアムズポートで生産された木材をサスケ・花川、川口のメリーランド州ハバーで、グレースまで運んでいた。その方あらで、ヒューズは、地下鉄道の活動にも関わっていた。ヒューズは、ハバーでグレースから、 ウィリアムズ・ポートに戻る際に逃亡した奴隷を端けに隠し、当時奴隷州であったメリーランド州から自由州であったペンシルベニア州に運び、ウィリアムズ・ポートの北東隣のロイヤル・ソック・タウンシップにあった自宅にかくまっていた。ヒューズの自宅にかくまわれた逃亡奴隷は、ウィリアムズ・ポートの富豪や、教会員の助けも得て、宗教を超えて、ニューヨーク州エルマイラへ、また国境を越えて、 カナダへと、さらに期待逃げ延び、自由を獲得した。ウィリアムズポートのダウンタウン19世紀中盤から、後半にかけては製材業で栄えた、ウィリアムズポートであったが、19世紀も末になると、市の地域経済を支えてきた、製材業にも限りが見え始めた。20世紀初頭には、自動車産業も起こったが、長く続くことはなかった。 そこに1929年の世界恐慌が追い打ちをかけた。1933年には、ウィリアムズポートにおける失業率は25%に達した。また、1933年には、市の繁栄の象徴の一つであった、路面電車が廃止され、路線バスに置き換えられた。しかし、第二次世界大戦が勃発すると、ウィリアムズポートの地元工場の多くは、 軍需品を生産し、一時的には潤った。1956年には、新しい産業を誘致し、雇用を拡大すべく、地元企業が、ライカミング産業基金に、約65万ドルを寄付した。2000年代には、ウィリアムズポートダウンタウンゲートウェイ再生プロジェクトが、立ち上げられ、犯罪率の減少や新たな企業活動の増加など、その成果も出てきている。また、 近郊では天然ガスが発見され、ウィリアムズポートの地域経済再生への鍵になるもので、あると期待されている。ウィリアムズポートロックヘイブン広域都市圏赤、ウィリアムズポート都市圏記ロックヘイブン小都市圏黒点、ウィリアムズポート市、ウィリアムズポートは、北41度14分40秒成形77度一部7秒。 北41.24444度整形77.01861度、77. 41.24444マイナス77.01861に位置している。ニューヨークからは西北西へ、約 280km、スクラントンからは西へ、約 120km、州トハリスバーグからは北へ、約 120km、ロチェスターからは南へ、約 250km に位置する。 アメリカ合衆国国政調査局によると、ウィリアムズポート市は総面積24.7平方キロメートルである。そのうち23.0平方キロメートルが陸地で1.7平方キロメートルが水域である。総面積の6.92%が水域となっている。地域は、サスケ花川西支流の北岸に川に沿って東西に広がっており、 南岸にはサウスウィリアムズポート及びドゥボイスタウンの二つの町が位置している。北岸、南岸のいずれにおいても、貸しから離れるにつれて標高が高くなるが、北岸のウィリアムズポート側の方が、南岸のサウスウィリアムズポートドゥボイスタウン側よりも傾斜が緩やかである。ウィリアムズポートのダウンタウンの標高は約158メートルである。ウィリアムズポート都市圏は、 ライカミング郡1郡のみでなっている。ライカミング郡の西に隣接するクリントン郡はロックヘイブン小都市圏となっており、ライカミング郡とクリントン郡の2郡でウィリアムズポート、ロックヘイブン広域都市圏を形成している。ウィリアムズポートの気候は温暖な春、夏、秋と寒い冬に特徴付けられる気候である。最も暑い7月の平均気温は摂氏23度、 最高気温の平均は摂氏29度で、日中は摂氏32度を超えることがわずかにある。最も寒い1月の平均気温は氷点下摂氏2度、最低気温の平均は氷点下摂氏6度で、月のほとんどの日は氷点下に下がる。降水量は年間を通じてほぼ一定しており、月間60から100ミリメートル、 年間9 8 0ト、mm、ル程度である。また、冬季の降雪も、ロチェスターなど、オンタリオコナンガンほどではないものの、フィラデルフィアなど周南東部と比較するとかなり多い。12月から3月にかけての月間降雪量は17から2 5トル、年間降雪量は9 0トル程度である。欠片の気候区分では、ウィリアムズポートは定義上は、 温暖湿潤気候に属することになるものの、実際はペンシルベニア州内陸北部や五大湖沿岸に広く分布するアカン湿潤気候に極めて近い。ウィリアムズポートに残る歴史的建築物の一つで、ピーター・ハーディックが1870年に建てたウェイトマンブロックウィリアムズポートのダウンタウンは、マーケットストリートを中心に東西 1.5km 程度。 歌から北へ 1km 程度の範囲内に収まっている。ダウンタウンの生誕、ウェストフォースストリート沿いのガバメントプレイスと、ウェストストリートの間には、ウィリアムズポート視聴者が立地している。視聴者よりもさらに西、エルマイラストリートとセブンスアベニュー、サスケハナストリートの間のウェストフォース沿いには、19世紀後期に富豪が所有していた邸宅が数多く残っており、一帯は、 ミリオネアズロー歴史地区として国家歴史登録財に指定されている。ウィリアムズポート市内においては東西に通る通りはマーケットストリートを基準に東が E、西が W となっているが南北に通る通りには N、S の区別がない。マーケットストリート上貸よりもさらに南に進むとサスケ花川西支流にはマーケットストリートブリッジがかかっており対岸には サウスウィリアムズポートの街が広がっている。サウスウィリアムズポート町内においても、東西に通る通りの EW の基準は、ウィリアムズポート市内同様に、マーケットストリートであるが、同町内では、マーケットストリートのみ、サウスマーケットストリートと呼ばれ、この通り沿いの住居表示には S がついている。マーケットストリートブリッジの上流約800メートルには、 ヘップバーンストリートダムという席が設けられており、この席の上流では、川幅がやや広くなって、湖のようになっている。ヘップバーンストリートダムの上流約1350メートルには、メーナードストリートの橋が、そのさらに上流約2.4キロメートルには、アーチストリートの橋がそれぞれかかっている。アーチストリートから西へ約2キロメートル区間のサスケナ川西支流北岸の、 堤防内側は、サスケ花州立公園に指定されている。ウィリアムズポート市長者、ウィリアムズポートは、市長制をとっている。市長は、市の行政の最高責任者であり、行政実務と予算作成に責任を負う。市の立法機関である、市議会は7人の議員からなっている。市長、市議員とも任期は4年で、全市からの投票で選出される。この他、 市政府のトップには税収に責任を負う水頭役及び公共支出の合法性確保と保障に責任を負うコントローラーがいる。連邦議会下院議員選挙においては、ウィリアムズポートはペンシルベニア第10選挙区に属している。この選挙区は主に州北東部をカバーしており、ウィリアムズポートは選挙区の生誕にあたるが、その一方で州北東部の中心的な都市であるスクラントンや、 ウィルクスバリは、この選挙区には含まれておらず、南東に隣接する第11選挙区に含まれている。この選挙区は、同じ州北東部をカバーする第11選挙区とは、対照的に田舎とされている地域を有権者数比で多く含んでおり、共和党が歴史的に強い勢力を持っている。かつては製材業で栄えた、 ウィリアムズポートであるが、現在の地域経済は製造業とヘルスケア産業によって支えられている。ウィリアムズポートには、テキストロン参加の航空機用、エンジンメーカーのライカミングエンジンズ、図書館用品メーカーのブローダート、および給水掃除機メーカーのショップバッグが本社を、また、地域の3つの病院を束ねるサスケハナヘルスが本部を、置いている。また、2000年代に入って、 金港で発見された天然ガスは新たな雇用を生み、州内外からの労働者を呼び寄せるなど、その経済効果が出始めており、ウィリアムズポートの地域経済再生への起爆剤になるものと期待されている。ウィリアムズポート市内の I-180、ウィリアムズポートの玄関口となる空港は、市の東約 7km に立地するウィリアムズポート地域空港である。この空港は、 規模が小さく、就航している定期旅客便は、US Airways の小型機によるフィラデルフィアへの便のみで、ある。ウィリアムズポートから車で、所要2時間以内で、より便数や、就航路線数の多い空港としては、ステートカレッジのユニバーシティパーク空港や、スクラントンとウィルクスバリの中間にあるウィルクスバリ、スクラントン国際空港も挙げられる。 週刊高速道路 I-80 本線と、ウィリアムズポートとの間は、全長28.85マイルの支線 I-180 で結ばれている。この I-180 は、ウィリアムズポート市内では、サスケ花川西流の堤防のすぐ側を通っており、市西部の国道220号線、国道15号線との合流、分岐点をもって終点となっている。 I-180 終点より西に伸びる国道220号線はロックヘイブンを経由して I-82 接続しておりドゥボイス方面やステートカレッジ方面へはこちらの方が近道となる。I-180 終点から北へ伸びる国道15号線はペンシルベニアニューヨーク宗教を越えてアップステートニューヨーク南部のコーニング成功で I-86。86 に接続している。このウィリアムズ・ポート以北の国道15号線は、ニューヨーク州内の一部区間を除いて、すでに週間高速道路規格となっており、残っている5.5マイルの区間も2012年には、4車線の週間高速道路規格に拡幅、改良される予定になっている。ウィリアムズ・ポートからこの国道15号線、i-86、i-390 を経由して北へ行くと、 ロチスターへと至る。ハイアワサゴーダウンタウンには、サスケハナトレールウェイズのバスターミナルがあり、ウィリアムズポートロックヘイブン地域とニューヨーク、フィラデルフィア、リーハイバレー、ハリスバーグ、エルマイラの各方面とを結ぶ中長距離バスが発着する。リバーバレー交通は、ウィリアムズポート市内及び周辺の公共交通機関となる路線バスを運行している。下記には、 サスケ花州立公園内の船着き場から、ハイアワサ号という観光船が発着しており、通常運行のパブリッククルーズのほかファミリーナイト、サンデーブランチ、ディナー、カラオケ、コンサートなどのクルーズが運行されている。これらのクルーズを運行しているハイアワサインクという、法人は、陸上でもレトロな車体のトロリーによるツアーを運行している。ライカミング大学、ライカミング大学は、 ダウンタウンのすぐ北に42エーカーのキャンパスを構えている。同学は1812年に創立したメソジスト系のリベラルアーツカレッジで全米で最も長い歴史を持つ50校のうちの1校である。同学はリベラルアーツカレッジの特色とも言える少数、生成による教育を行っており、学生数は約1400人、学生体教授の日は13、1で、 学生数20人以下の講義が全体の約65%を占める。US ニュースワールドレポートの大学ランキングでは、同学は全米のリベラルアーツカレッジの中で150位以内に入る評価を受けている。ダウンタウンの西約2 5トルミリオネアズ老歴史地区の南西にキャンパスを構えるペンシルベニア工科大学は1941年に 設立されたウィリアムズポート工業学校を前身とし、1989年にペンシルベニア州立大学システムに組み入れられた高科系の大学である。同学はビジネスコンピュータ、建築、デザイン、保険学、ホスピタリティ、工学、天然資源管理、交通技術、及び学際研究の8つの学部を持ち、準学士と学士の学位を授与している。 2009年に開校した医学系の大学院大学、コモンウェルス水学校は、その3つのキャンパスのうちの1つを、ウィリアムズポートに置いている。ウィリアムズポートにおける K12 かほどは、ウィリアムズポート地域学区の管轄下にある、公立学校によって支えられている。同学区は小学校6校、中学校3校、高校1校を有し、約5500人の児童、生徒を抱えている。 また、カトリックのスクラントン市教区の管轄下にある、私立学校、聖イ・ヨハネ・ニューマン地域アカデミーは、ウィリアムズ・ポートに幼稚園、小学校、中高一貫校を、それぞれ置き、就学前から12年生までの全学年を、カバーしている。ローリーハウス博物館ダウンタウンの西約2キロメートル、ミリオネアズロー歴史地区内のウェストフォースストリートと、メーナードストリートの角には、 ライカミング軍歴史協会のトーマス・ティー・テーバー博物館が立地している。同館はこの地域におけるネイティブアメリカンの暮らしや19世紀の部屋、20世紀の産業などに関する事物を展示しているほか、美術作品の展示も行っている。このトーマス・ティー・テーバー博物館のすぐ北に立地するピーター・ハーディック交通博物館は、 サスケハナ川西流をはじめとする近隣の河川におけるネイティブアメリカンの加入による水上交通からペンシルベニア鉄道、自動車やバスによる近代の交通に至るまでの交通の歴史に関する事物を展示している。トーマス・ティー・テイワー博物館の約300メートル東には1888年に建てられた当時ペンシルベニア州有数の富豪であった。 実業家 EA ローリーの邸宅を改装し、当時の暮らしに関する事物を保存、展示する博物館としているローリーハウス博物館が立地している。視聴者のすぐ東には、ウィリアムズポートを代表する演技芸術施設であるコミュニティ芸術センターが立地している。この演技芸術センターは、もともとは1928年に建てられたキャピトルシアターという映画館であったが、 1950年代から1980年代にかけての経営不振の後、ウィリアムズポートライカミング財団、ペンシルベニア工科大学、ウィリアムズポート市政府の出資と共同のもと、地元企業や市民からの寄付も得て、1993年に現象で音楽、ダンス、映画、演劇、そしてブロードウェイのミュージカルまで幅広いジャンルの公演を行う総合演技、 芸術センターとして再生され、現在に至っている。ウィリアムズポートには、フィラデルフィア・フィリーズ参加のショートシーズン A クラスの、マイナーリーグ野球チームで、ニューヨークペンリーグに所属するウィリアムズポート、クロスカッターズが置かれている。クロスカッターズは、市の西部、ライカミングクリークのほとりに立地する、ボーマンフィールドを本拠地としている。リトルリーグワールドシリーズウィリアムズポートは、 リトルリーグ発祥の地である。1939年、地元の材木置き場の職員だったカールストッツは、野球を通じて、スポーツマンシップ、フェアプレー、チームワークを教えるべく、近所の少年たちを集め、親族や友人たちの助けも得て、3チームからなる小さな少年公式野球リーグを作った。同年6月6日には、ストッツの家からわずか300フィートのところで、 リトルリーグ史上最初の公式試合が行われ、ランディランバーがライカミングデイリーを23から8で破った。翌1940年にはストッツの作ったリーグをモデルとして、ウィリアムズ・ポート市内でもう一つのリーグができ、互いに潰し合うことのないようにリーグの境界線が設けられた。第二次世界大戦が終わると、リトルリーグは急速に成長し始めた。 1946年には、リトルリーグのリーグ数は12を数え、ペンシルベニア州全土をカバーした。翌1947年には、リトルリーグは初めて宗教を超え、ニュージャージー州ハモントンにもリーグが作られた。また、この年、第一回のリトルリーグワールドシリーズが行われた。1951年には、リトルリーグは国境を超え、カナダのブリティシュ・コロンビア州に、 リーグが作られた。1974年には、リトルリーグソフトボール部門も作られ、リトルリーグは、ソフトボール少女にも、門戸を開いた。リトルリーグの国際本部は1959年に、サスケ花川西支流の対岸、サウスウィリアムズポートに移され、リトルリーグワールドシリーズもそれ以来同地で、行われている。現在、リトルリーグは、全米50州、及び、 世界80カ国以上に広がり、チーム数は全世界で20万チームに迫る。選手の数も1939年にはわずか30人であったが、2010年には少年野球に約217万人、少女ソフトボールに約34万人が参加している。グリッド本社、ウィリアムズポートはアメリカ合衆国の田舎とされる地域を 主な購読者層とする全国紙、グリッド紙の創業の地である。1882年に土曜版のデイリーさんバナーとして創業した同志は、1885年に25歳のドイツ系移民ディートリック・ラマディによって買収され、グリッドという名称に改名され、週4000部の購読部数を確立した。翌1886年には、 グリッドの高読部数は一気に3倍以上の1万4000部に増えた。1891年にはミシシッピガワイ島のほとんどの州でグリッドが高読されるようになり、高読部数は州平均5万3000部に増えた。1892年にはレミングトン社製のタイプライターがグリッドに導入された。その後もグリッドの高読部数は順調に伸び続け、 1900年には10万部に、1916年には30万部に、そして創業50周年となった1932年には40万部に達した。ディートリック・ラマディはグリッドの編集方針を以下のように述べていた。Always, keep grid from being pessimistic, avoid printings or zsing switch distrot the minds of leaders or make them feel at odds with the world avoid showing the wrong side of things or making people feel discontented do nothing that will encourage fear worry or temptation wherever possible suggest peace and good will toward men give our leaders courage and strength for their daily tasks put happy thoughts cheer and containment into their hearts フリットは常に悲観的でないようにしなければならない。読者の心を歪ませたり、世界を変な風に感じさせたりするものの観光は避けなければならない。ものの悪いところを見せたり、人々に不満を抱かせたりすることは避けなければならない。恐れ、心配や誘惑を助長させるようなことはしてはならない。できる限りどこでも人に平和や善意を示唆しなければならない。読者に 日々の仕事のための勇気と強さを与えなくてはならない。幸せな考え、励ましや満足感を読者の心に植え付けなければならない。ディートリック・ラマディは1938年にこの世を去ったが、グリッドはラマディ一族によって続いた。1969年には、グリッドの購読部数は150万部を数えピークに達した。また、 技術的にもオフセット印刷やカラー印刷といった当時としては先進的な印刷技術を次々と取り入れていった。また、ラマディケはリトルリーグにも影響を及ぼした。ディトリックの息子の一人、ハワード・ジェラマディはグリッドの副社長であったと同時にリトルリーグの最高責任者の任にもついていた。1959年にはラマディケがリトルリーグに寄贈した。 サウスウィリアムズポート町内の土地に、リトルリーグの新しい国際本部と球場が作られた。リトルリーグワールドシリーズの会場となっている、この球場は、ハワード・ジェイ・ラマディの功績を称えて、ハワード・ジェイ・ラマディ球場と呼ばれている。しかし、1980年代、ラマディ家はグリッドを手放し、1993年に、グリッドは創業の地であるウィリアムズポートから、カンザス州とピカに移った。 グリッドが去った後は、ウィリアムズポートの地方紙である、ウィリアムズポートさんイコールガゼットが、グリッドに代わって日曜版を観光し始めた。以下にウィリアムズポート市における1840年から2010年までの人口推移を表およびグラフでそれぞれ示す。ウィリアムズポートは、以下1都市と姉妹都市提携を結んでいる。ありがとうございます。